でこの状態でベルトをしましょう、はい、結構奥が深いんですね。深いよ、場所を決めるだけでも。でベルトをしたらですね、はい、ただ刺しただけじゃなくて、うんうん、お腹へっこまして、うん、こいつをちょっとグッと、あ、引っ張る、引っ張る、引っ張ることしないといけない。それでこの、あ、閉まりました。腹部のラップベルトを低い位置にやるとどうしても内臓がやられちゃうんで、高い位置、この腰骨のところにかけるというのが基本なので、自分の腰骨のところにかけて、ここで、ね、で肩は緩めておいてもいいですけど、うん、ここお腹のラップベルトはちょっと強めにしておくと、よりスポーツカーはいいですね。安定するということですか。でもしぶつかった時にこの、こっち側がね約80ミリガンとこう引っ張り上げるので、プリテンショナーベルトといってね、人間がこっちに行くのを防いでくれる。へー。でエアバッグが出てきて生存空間をこのぐらいまで出てくるかな。で今アメリカなんかで問題になってるのは、アメリカのエアバッグは日本とヨーロッパよりちょっとサイズがでかいんで、エアバッグはかなり大きく膨らむので、うん、この顔とここを10インチ離しましょうってことを言ってるんですね。10インチっていうとどれぐらいですか。まあ、30センチ、あ、30センチも、うん、弱なんだけど、で小柄な女性がうんとこう前にね、こんな感じですか、うん、こういう場合があるんだけど、はい、これはもう絶対にエアバッグで、はい、潰されちゃいますね、うん、へー。だからこれはもう肘がこんなに曲がってるので、うんうん、この体型の女性の場合はここまで前に行く必要ないので、うんうん、もっと下げましょう。で前に行きたくなる気持ちは前が見えないからなのね、うん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 、で車両感覚がないから怖いから前にこう行きたがる。それだったら座席を上に上げた方がいいっていうこと。上に上げて足んないところは座布団とかそういうものでやるしかないんだけどね。ヨーロッパの車ってどうしても日本人が乗ると背が足りなくなる場合があるので、うーん、いろいろポイントがあるんですね。車を設計するときに身長150センチの人から2メートルの大男まで全員が100点取れるようなパッケージでは車作れないんですよ。だからだいたい平均175センチとかね。あ、すごい高い人。まあ、つまりそれはね、衝突で使ってるダミー人形の標準化したサイズであ、そういう理由がパッケージを決めるっていうのが結局衝突安全やるでしょう。だからダミー人形乗っけてテストするから、それで100点取れるような感じなので、どうしても体の小さい方はちょっと合わなくなるし、はい、大柄な人も逆に合わなくなるので、女性としてはその自分の合わせ方、車への合わせ方をちゃんと勉強しないとダメっていうことですよね。だから女性によってはね、欲しいんだけどこの車乗れないっていうのあるよね。なるほど。自分の車乗るときももう一回やり直してみます。そうそう、何気に、はい、公園のベンチのように腰掛けてるけど、実はシートっていうのは体を守ってくれるので、はいはいはい、でここに最後にヘッドレストがありますね、はい、ヘッドレストっていうのは頭の休憩場所じゃなくて、拘束装置なので、ヘッドレストの真ん中と自分の耳が合うようにヘッドレストの高さを調整しましょう。耳と真ん中が、うん、一般論的にね、はい、でこれは一体型なのでなかなかヘッドレストの調整がね、うん、まあ、ここではちょっと動かせるけど、うん、難しいんですけど、ヘッドレストの真ん中と耳の高さを合わせましょう、うん、はい、で、感覚は手のひらが1枚入るぐらいの感じ。で今はこれかなり起こしてアップライトにしてますけど、で高速道路走るときは例えば東京から京都まで行こうなんていうときはちょっと寝かせてもいいですけど、最近寝かしてる人が多いのね。でも寝かせると前が見えなくなるので、ちょっとこうアップライトにしていった方がいいと思うし。わかりました。であとは手は12時の位置を持って両手で、はい、ここがハンドルってこういう風になってるから一番遠いの12時が遠いし、ここが一番近い体に、そうです。だから遠いとこ持って手がちょっと余るぐらいがいいので、もうちょっと前かな、はい、そんな感じ。これぐらいで、でブレーキしっかり踏んで、はい、でハンドルはちゃんとメーター見えます。見えます。はい、じゃあこの状態でもう一回エンジンかけて、はい、でハンドルを左いっぱい右いっぱい切ってみてください。左いっぱい右いっぱい右いっぱい、はい、もうちょっと早く1、はい、それスムーズに行える、違和感なく。ちょっと詰まる感じがあります。近いと詰まるし遠いと届かなくなるし、はいはいはい、で今度実際ハンドル動かして微調整してください。はい、はい、
でこれはね結局何回か走っていかないと分かんないんだよね。だから自分のこう愛車を手に入れたら1ヶ月ぐらいかかるかな、ベストなシートのポジションを見つけるのにね。なるほど。あ、なんとなく今ここら辺かなっていうところが分かりました、この Z4 の場合は非常にきめ細かくシートの調整ができるからやっぱり1ヶ月ぐらいかかるし、あんまり調整機構のない車を買った場合は調整できないからといって諦めないで、ちょっと座布団入れたりとか、あのカーショップ行くとそういうシートのサポートの売ってますから、スポンジが。で中にはこの腰とシートのとこ変なとこ当たるとかいろいろ出てきちゃうので、であと一回長距離走ってみてどこが疲れたとか、そうやってこう自分の体にあのフィットさせるようにしていくのも大事ですね。エッジ聞きましょう。はい、ありがとうございました。はい、以上ですね。